もしもし、リンも猫股も聞こえてる？おお、すごい。直接フォローの中と通信できるプロ棋士なんて初めてだぞ。道理でニコが新エリート最強のプロ棋士っていうわけだ。褒めてくれてありがとう。今から列車を止めるための計画を始めるよ。行動する前にまずは要点をおさらいしよう。大丈夫、ちゃんと頭に入ってる。私たちの目標は爆薬を積んだビジョンの無人列車。自動運転モードの列車はコンピューターが操ってるから、線路に障害物を置けば強制的に進路をトンネルの方に変えられる。そして列車がトンネルに入って減速し始めたら、私はその隙にボンプを列車の上に投げる。それから列車を故障させるんだよね。ああ、リンは列車のメンテナンスハッチから内部に潜入して運転室で列車を止めるんだ。僕とフェアリーがサポートするから安心して行っておいで。それとデッドエンドブッチャーの具体的な位置は不明のままだ。くれぐれも慎重に行動するんだよ。了解。さて行動開始だ。グッドラック。制御室までのルート情報を同期中。こちらからお入りくだ。よし、早く列車の進路を変えに行くぞ。フォローエリアの活性が変化している。みんな気をつけて。この異変で列車が遅れてくれるといいけど。待った、この振動やけに近くないかい？警告、極めて危険な個体を検出。直ちに回避してください。うわ、ビリーが言ってた化け物だ。要警戒エーテリアス、凄まじい迫力だ。到達しました。線路の制御を掌握しました。列車はマークされた地点から本エリアに進入します。エリア内には減速装置が一つ存在します。列車を減速させその隙に乗車することをお勧めします。わかった、早速始めよう。ヒント。ん？この音。違う。早くしないと。岩はそこ。マスター、前方に大型の障害物を発見。計画通りに列車を阻止するにはこの障害物を越えていく必要があります。マスターは小柄で、依頼人は名前に猫が入っています。もしかするとくぐり抜けることができるかもしれません。
この電車は一体。プロキシー、私たち道を間違えてない？猫又、君たちの進路は間違ってないよ。見たところ、この車両は外的な力で破壊されている。大方エーテリアスが投げたんだろう。にゃあ、恐ろしいバカ力だ。次の目的地は車両の向こう側だ。なんとかして行けそうかい？私だけならギリギリ下をくぐって行けるかもしれないけど、ボンプを連れて行くのは無理。しかもこの辺りは地盤沈下のせいで深い穴だらけだから、回り込むこともできないぞ。今誰か喋った？まさか電車が。しかも可愛い女の子の声だったぞ。電車さん、私たち急いでるの。ちょっとだけでいいからそこをどいてくれない？お願い電車さん。リンまでそんな冗談を言ってどうするんだ。向こう側のお嬢さんを怖がらせてないといいけど。皆様はホロー調査協会の調査員様ですか？どうしたの？私たちに何か手伝えることはある？待って、私たちが協会の人間かどうかより、まずは電車さんから名乗るのが業界のルールだぞ。そうなんですか。ごめんなさい、そのようなルールを存じ上げておりませんでした。私はカリン、家事代行会社の従業員です。星座は双子座、血液型は RH-。 好きなことはお掃除です。市民ナンバーは？そんなに細かく紹介してくれなくても。それでカリンちゃんはどうしてこんなとこに？ついさっき危険なエーテリアスを避けて通ろうとしましたら、同行していた皆さんとはぐれてしまったんです。私はキャロットデータを所持していなくて、調査員のお二人ならきっとホローから脱出するルートをご存知ですよね。どうか私も連れて行っていただけませんか？ホローで道に迷った一般人か。それにしても家事代行の人なんかがどうして危険なホローなんかに？どうする？あの子を助けてあげる？どうする？あの子を助けてあげる？助けたくとも、それは向こう側に行けたらの話だからな。それが無理なら今すぐ引き返して他のルートを行くべきだ。さもないと計画の時間に間に合わない。勝手に聞き耳を立てちゃってすみません。もし私がお二人を車両のこちら側までお招きできれば、そのまま調査員様について行ってもよろしいということでしょうか？私たちがそっち側に行く方法があるの？だいたいそんな感じです。ちょっとだけお待ちください。すぐに済みますので。下から来るのか？ん？うわっ！嫌な音だ！ボンプってことでいいよ。
あんたもただの一般人には見えないけどね。すみません、その弊社は幅広い分野でビジネスを展開していまして、中にはフォロー関連の業務もあるんです。そうだ、調査員様は先を追いすぎなんですよね。きっと道中お役に立ちますので、どうか私をフォローから連れ出してください。お願いします。あんたたちはどう思う？この子が電車を壊してくれたから、もう迂回する必要もないよね。うん、まあ無理なお願いでもないしね。ああ、僕も妹の意見に賛成だ。彼女を出口に連れて行くのは構わないけど、一応味噌知らずの人だからね。お互い隠したい事情もあるだろう。カリンちゃん、私たちについてきてもいいぞ。その代わり余計なおしゃべりはなし。それでいい？あ、はい。よし、それじゃあ先を急ごう。カリンちゃん、戦闘の方もよろしく。カリンちゃん、余計なおしゃべりはなしって言ったけど、別に一言も喋っちゃダメとは言ってないぞ。そうだったのですか。すみません、勘違いしていました。はい、逃げるな。カリン、岩をどかしたいんだ。手伝ってくれるかい？これでスイッチを押さえたいんだ。こちらの大きなお方でしょうか。わかりました。ドアの情報を解析しました。指定された額のギアコインを支払うとドアが開く仕組みです。残念ながら施錠機構が知能化されていないため、私には介入できません。よいし、指定された額のギアコインを支払いました。岩は、
ちもみんなカリンちゃんみたいにすごいの？私なんかよりよっぽどすごい人たちばかりです。チェーンソーメイドよりちょっと想像できないぞ。再構築しました。よし、ついに注意、半径100メートル以内にフォローの出口を確認。旅のお供、家事代行会社の従業員カリンの依頼を達成可能。パイトン、何か言ったか？カリン、出口の近くに着いたよ。そっから出れば大丈夫。本当ですか？出口が見つかったんですね。よかった。本当にありがとうございました。調査員様のお力がなければカリンはきっとこのホローを永遠にさまよっていました。それはお互い様だぞ。カリンちゃんのチェーンソーのおかげで時間をずっと短縮できたんだから。そのボンプのホロー調査員様には初めてお会いしました。よろしければお二人のお名前を教えていただけませんか？今度従業員一同でお礼に伺いたいんです。お礼に？さぞかし豪華なんだろうね。ちょっと楽しみ。にゃ、本気？それじゃ正体がバレるぞ。私の時は散々警戒してたくせに。ん？私が特別ダメだっただけでカリンちゃんならいいよってこと？どうやらあまりよろしくないようですね。お気を悪くされたのでしたらすみません。では私はこれで失礼いたしますね。あとは列車の到着を待つのみだ。速度がどんどん落ちてるぞ。違う、ここはいつもの路線じゃない。総員警戒態勢。今だ、みんな行こう。マスター、まもなく列車が予定地点を通過します。依頼人ともども行動できるよう準備してください。プロ騎士、今だ。気をつけてください、マスター。お尻を列車のルーフにしたたかに打ちました。この体、思ってたより不便だな。手が短すぎ。落ち込まないでください。
マスターの血縁者はこの姿のマスターを称賛していました。いわく小さくてとても可愛い。普段は可愛くなくて悪かったわね。この列車のメンテナンスハッチは液体のような猫股でさえ通れないほど小さいですが、今や熟練の忍者がスイカを割るくらい簡単なはずです。あなた様は世界の王ですから。さて王よ、運転室に向かい戴冠式を終えてください。はいはい、緊急停止ボタンを押せば任務は完了っと。めんどくせえな。任務とはいえこんな格好をしなきゃならんとは。少しは我慢しろよ。俺だって靴が合わなくて辛いんだ。おい、列車がルートを外れてると隊長が言ってるぞ。どういうことだ。この列車に積まれてるのは爆薬だけじゃない。ニュースではそんなこと言ってなかったのに。ああ隊長、上から喋るボンプが落ちてきたのですが、パールマン長官に引き渡しますか。はっ、今すぐ処理します。制約、うん、何事だ。こっちだ。ここは私に任せて先に戻って。キャロットがあるから大丈夫。後でお店に行く。もしもし、聞こえるかい。一体何があったんだ。何かがおかしい。今から店に戻るから、それまで待ってて。無事でよかった。お帰り。リンは休んでて、僕が後でイアスの状態をチェックしておくよ。まだ猫股から連絡は来てないの？いや、おそらくまだホローの中にいるだろう。キャロットがあると言ってたけど、彼女は出口から離れたところにいたはずだ。だけど悪い知らせばかりでもない。さっきニュースで言ってたんだけど、ビジョンは爆破解体を技術的な要因で明日の夜まで遅らせるそうだ。技術的な要因ね。やっぱりビジョンには裏があったんだ。ああ、ビジョンは列車がルートを外れたことに気がついていたのに、それをメディアには公開しなかった。何よりも怪しいのは、爆薬を積んだ無人列車と言っておきながら、実際には完全武装の兵士を何人も乗せていたことだ。治安局の身なりをしてたけど、任務とはいえこんな格好をとか靴が合わないとか言ってたし、治安局の関係者じゃないことは明らかだ。それに猫股はまだ何かを隠している気がする。戻ってきたら徹底的に問いたださないと。だけど今だけはそのことを考えなくてもいい。彼女が戻るまで一息ついたらどうかな。ボンプとの接続は疲れるからね。
いらっしゃいませ。何かお飲みになりますか？コーヒーではなく穏やかな心です。いつでも出撃可能よ。何かよ。いいぞ。じゃあと銃が2丁なら
ただもん。何かよ、私は高くつくわよ。賢い選択ね。準備完了。
ジャトヤにかかれば万事解決。
ターゲット確認。